コブガガは、ヤガジョウオカに属する、林死目のトガの一つ。スリット状の出口が設けられた特徴的な船型の眉の構造が、本家の最も明確な分類形質とされる。世界から1700種余りが知られ、特に東南アジアで多様である。日本からは113種が知られる。成虫形態は多様である。タイプ属のノラ属をはじめとして、コブガアカには、比較的小型で、 灰色を基調とした体色を呈する種が多いが、その他の赤には派手な色の光子を持ち会長が80ミリメートルほどにもなる。新宿の皮がエリグマナルシソスのような大型種や、サラサリンがキャンプトローマインテリアレタムのように鮮やかな色と模様の全種を持つ種、緑リンがクレスロフェラディスティンクタのように緑一色の全種を持つものや、木の皮がブレニンナセネクスのように樹皮への 隠蔽二体で知られるものなども含まれる。幼虫は、脂肪の発達する、いわゆる、毛虫型のものと、脂肪が目立たない、いわゆる、芋虫型のものの両方が存在する。コブガアカの幼虫は、第三複節の腹足を喪失することが知られる。カーや賊やゼノクロワ属には、幼虫の胸部が肥大化する種が知られる。幼虫は、触食性である。コブガアカには、新芽。 花、鞘、種子などの成熟した葉以外の植物組織を接触する傾向が見られる。クローフマエモンコブガノライナキュアの幼虫はニポナフィス族のアブラムシがイ子の木の葉に形成した虫栄組織の実を接触することが報告されている。虫栄食は本科を含む臨死目の複数のグループで観察されるが多くの場合は機械的な接触にとどまり、 本種のように虫へしか接触しない例はほとんど知られていない。コブガアカの一部の幼虫には脱皮後に残された頭部の脱皮核を頭上に積み重ねる、中性が観察される。本家の多くのグループにおいて、サナギと成虫が発音用の器官を用いて音を出すことが知られている。このウチリンガアカの成虫の発音行動に関しては、 アオスジアオリンガピープラシネエヌス及びベナバイコラー,アーナの研究から配偶行動に関わる性的コミュニケーションである可能性が示唆されている。ウラバルージョンズ幼虫、オーストラリア。頭部の脱皮核を頭上に積み重ねている一部の種は、農林業に対する害虫として扱われる場合がある。イリアズ族に属する、イリアズバイプラがヤクサオビリンガイビトラ、ミスジアオリンガイインスラナなどの種は、 綿のついたち、はけを食害する害虫として知られる。同族のベニモガオーリンガイイーローゼフィラは、ツツジ類の新芽を食害する。オーストラリアに分布しユーカリ類を食害するウラバ、ルージョンズは、ニュージーランドに侵入し、重要害虫となっている。サラサリンガシーインテリアレタムの幼虫は集団を、形成しナラ類、シー類、カシ類を食害する。 時に大量発生して森林害虫となるが、大量発生の観察事例が少ないため、森林害虫としての研究は不足している。本家はかつて一人画家の赤として扱われたことがあり、近年でも野家の赤として扱われる場合があるが、本校では野賀城岡に属する独立した都賀として扱う分類体系を採用している。ハロウェイでは、携帯的な情報から旧赤を、 ザヒリエトールでは、分子系統解析に基づき、八赤を認めている。ワミオはは時のない限り、人母にあるものを併記する。ありがとうございます。